オッケー。今、あれ、お仕事終わって、お家着いて、一人でご飯食べるから、ちょっと付き合ってもらおうっていう作戦です。コメント読みながら食べてく。今日のお昼ご飯はパスタです。食べる。いただきます。うんうん。食べながらだとあんま喋れんわ。でもコメント見て返事します。画面からわざとずれてます。食べてるから。何パスタ？トマトクリームです。ほうれん草のパスタ。ほうれん草大好き。3時のおやつ。そっか、時間的にはそっか。あーれー、かわいい。全然そよくないけど、ごめんね。食べてる上に唇の色もないから、ちょっと画面から外れてる。食べ終わったら映るね。うんうん。パーカーに飛ばさないように気をつけて。はい。え、皆さん今日何してるんですか？今日平日だよね。これに来てくれるとは思わなかった。在宅勤務ね。休憩中、今日有休。仕事中？大丈夫なのそれ。ありがとう、ミラブル。月曜休みだからって方もいるね。冬休み？いいね。お仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。一番好きなパスタは、結構パスタ何でも好きです。トマト系もクリーム系も、なんか、スープ系も。何でも好き。パスタ好き。
遅いお昼ご飯じゃあったっちゃあったんだよ、朝昼兼用のお弁当がね、楽屋に。ちょっとその時は食べる気分じゃなくて、帰り道にすごいお腹空いちゃってやらかしたって思った。最近あつ森やってないです。癒される。全然映ってないのにありがとう。食べ終わったらちゃんと映ります。まああと10分後とかわかんない、10分後ぐらいまでこんな感じの配信が続くので。ご了承ください。いってらっしゃい。お仕事ゆっくり食べてね。ありがとう。すごくゆっくり食べてます。よく噛んでいる。おいしい。ほうれん草おいしい。大好き。初見さん。まだ半分も食べてないよ。すげえ。つかないけど。食べるの遅くない、わかんない、いつも食べるの遅いんですけど、あ、じゃあ早いんですけど、喋りながらだとね遅い。やっぱ一人でやっぱ会話する人がいるとね、こうやって喋ってる時間があるからね。一人だと YouTube 見ながらとかすぐ食べちゃう。眠気だいぶなくなりました。でも絶対食べたらまた眠くなる。やっぱ5時起きはダメだ。眠たい、とてつもなく眠たいくなる。だから行きの移動時間はずっと寝てた。食べたら顔出してちょっと配信して多分寝る。
何時から配信始めたっけ。まだそんな時間取ってないか。5分とか。エビだ。うんうん。うんうん。耳だけ配信。もうちょっと待って。もう食べ終わる。飲み物はこれ。これはお仕事でもらいました。一口しか飲んでない。自分で買うお茶は黒ウーロン茶か体健やか茶だけど、カフェイン入ってないって書いてあるやつを最近買うようにしてます。もう食べ終わるよ。明日。ちょっとお腹いっぱいになってないんだけど大丈夫そう、これ。お腹いっぱいになってない。ちょっと雨じゃないです。めっちゃ晴れてます。食べた。全然大食いじゃないけど、なんか今日は食べたい気分。ちょっとリップ塗るね。ごちそうさまでした。豆来た？ちょうど15分経過してて、ちょっとお皿、お水とかつけてくる。ちょっと待っててね。どっちを落としとこう。ちょっと待ってて。
ただいまー。ボンされてなかった。よいしょ。ちょっと、またね、血に戻すわ。よいよいよ。ドーナツをカロリーゼロにします。嘘です。絶対効果ないと思う。体脂肪を減らすのを助ける。まあ飲まないよりいいんじゃない？っていうね。最近指輪好きなの。これは、こういうのいっぱい入ってて、こういう指輪がいっぱい入ってて、900円だった、セールで。なんか指輪つけたりするとさ、なんか誰からもらったのとか、結構前に来てて、なんか別に自分で買ってるんだけど、なんかなーと思って、一時期つけるのやめてたんだけど、もうさ、握手会もさ、手握れなくなっちゃったしさ、ちょっとまた復活させた。指輪を好きで。全然でもどこの指が何の意味があるとかわかんないけど、つけ取ります。ガチ勢はすぐ心配するね。逆に心配されるとなんかなって思っちゃう。そういうことに関してはね、私のこと知ってくれてるはずなのにって思っちゃう。プレゼントできるんじゃない、アクセサリーだから。指輪はもらったことない。薬指にははめないよ。はめてくれる人が現れるまではめませんとか言ってみる。化粧品はそうですね、ダメですね。なんか今日すごいさ、コメントのタイムラグがある。なんだろう。かわいい最高。ありがとう。フォローしました。ありがとうございます。アクセサリーはいいと思います。ピアスとか結構いただくこと多いです。自撮りは反転するからざわつく。どっちにも薬指にはつけないです。安心してください。名古屋の寒さはどれぐらいですか？どれぐらいなんだろう。でも、そんな寒くない。あ、嘘。寒かった。じゃ、ん？今日寒かったんだ。ちょっと今暖房つけてるんであれなんですけど。指輪は私号数わかんないです。だからこれはこの全部指輪一緒に買ったんですけど、5個6個入ってたんですよ、この袋の中にね。合うやつだけつけてるもんね。で、これでも実際これとかめっちゃでかい。もう見て、親指にも入るもん。もうめちゃめちゃゆるい。これスカスカ。あ、
だから多分これより一回りちっちゃいやつが私のサイズなんだと思う。割れる。大きいよね。だからね、結構悩むけど、なんか量販に会った時にりょうちゃんの指輪がこれ何号だよみたいな、忘れちゃったけど何号だよって言って、なんかいろいろ試した結果、私は15、いわゆる15ってやつかもしれない説だぞ。サイズちっちゃいと思う。全然さ、クリームパンみたいな手してるのにさ、スカスカだもんね。クリームパンみたいな手だから指さ、太いって思ってたんだけど、全部がちっちゃかったみたいなね。例えばツイッターとかにショールームしてるよって書いた方がいいか。写真撮ろう。特徴としたか。ちょっと周りが映った。ああ。なんか映った。ちょっともう一回やり直し。てかテロップ削除。よし、ツイッター更新するぜ。ショールーム出ます。ニコニコ。コメントは大丈夫だろう。更新しますね。あ、URL 貼らないと。レオナに教えてもらったやつ。少々待ちよ。あたたたたたた。リンクをコピー。無理のかな。機械得意になりたいな。ツイート。めっちゃ綺麗なキーボードが映っておるわ。うん、みんなの元にも行ったみたい。いつまでやろう。決まってないです。眠たい。でも。ちょっと残ろう。今何時？4時7分か。どうしよっかな。ラブリツ、ラブリツコメントしてください。見てるよって。結構ね、コメントくれる方はね、見るってか全部見てる。そりゃそうだ、そりゃそうか。コメントしてくれるのが、なんかどんな投稿にもコメントしてくれる方はね、本当に覚える、すぐ覚える。20分とかまでにしようかな。あ、見てるよっていっぱいコメント来た。ありがとう。
どこのパーカーですか？ゾゾタウンでこの間買ったやつです。くしかえで今度着よっかな。パーカーかわいい。これどこの何だ？ダブルクローゼットって気がします。見ながらお仕事って書いてくださる方もいるわ。あ、コート届いたのに開けてないわ。後で開けようっと。ツイッターの名前と合わせた方がいいかな。合わせてくれた方が分かりやすいです。iPad です。iPad で配信してます。よいよい。また服買っちゃったよ、そういえば私。ルーカイでお揃いの服買った。あのコートはチカ子とそれ、え、お揃いなの？知らない。そうなの？嬉しい。だったら、え、どうなんだろう。見てみよう。いや、見てみようってなんか載ってんのかな。わかんないけど。わかんないけど。なんか乗ってたのかな。でん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 ふふふふふふふ。髪の毛染めたてより少し色味は、そう、結構すぐ抜けちゃうのか、わかんないけど。そう、右側に、私の右側にコメントが来ます。タイプ C 予約しました。注文しました。ありがとうございます。そういえば、こよちフラグの、あれ、なんだっけ、あれ、なんだっけ、あれよ。現地でトーク会のスケジュールが、出ましたね。出ましたね。どれだ？私、家にしてないかな。いつ出たっけ？昨日だっけ？昨日か。ちょっと SKE 調べよう。もうなんかフォローしてる人多すぎてさ、なんかもう出てこないのよ。あんまりツイッター見ないからな、みんなの。あった、これか、これだね。劇場版現地でトーク会参加券付き販売のご案内です。お、みんなどうですか、これ。そうですか、日程によって参加メンバー違う。え、そうなの？知らなかった。
どういうことだ。今日も6時発表だよ。あ、そうなんだ。オンライントーク会も現地でトーク会も両方やれたらいいのにねって思っちゃった。一番早くて2月の20日と21日か。でもどう、なんとも言えないもんね、このご時世。うん。そう、現地来れない人もいるしね。そうだね。無事に開催されること願うぜ。どっちもしたいよね。ブラックパールがさ、でもオンラインでさ、なんかやるんでしょ？え、そうだったよね。そうだよね。確か。そうだよ。ブラックパールは抽選で1000名にオンラインのお花を試しやるんで、いいなー、やりたい、いいなやりたかったのそこがうまくいけば全メンバーもありえるんじゃない。このシングルはブラックパールってことなのかな。オンラインも現地も両方がいいよね。うん、両方やりたい。正直さ、ショールームとかでもできたらいいのね。こうやって見てる方とランダムで一人の方とやっほーみたいな、ここにね、できたらいいのね。大富豪であったね、皆さんが投票してくれたから、投票？頑張ってくれたから。インスタか。お、ディスコン、ありがとうございます。アイス食べたい。急にって思うよね。なんかね、この間コンビニ行ったらなんか見たことないアイスがいっぱいあって美味しそうだった。アイス食べたい。アイス食べたいな。何アイスだろう。ちょっと何とかないかもしれない。でも買いに行くのめんどくさいからさ、食べないけど今アイス食べたい気分。
そう、確かに。あったかい部屋になってきたから食べたいのかも。食べたし。31はカップ派？コーン派？ずっと食べるの下手だったからカップだったけど、最近はコーン。最近ってほど最近じゃないや。1年、2年。意外と最近じゃないわ。コーンかな、今は。気持ち、アイスをウーバーでイーツしちゃう。いやー、もう人に会いたくないもん、直接は。コーン、なんか音か。え、わかる。コーンの美味しさに気がついた。あんまり美味しさ分かってなかったんだけど。あとなんかコーンで食べるって可愛い。こういうさ、なんていう、なんかさ、あのさ、なかったっけ？見つけられないわ。見つけられないけどさ、あの、ショールームのさ、アイスのギフトあるじゃないですか。ああいう形のアイスってやっぱ可愛い、あれを持ってると女の子がっていうね。うん、だからコーンは写真映えもするし、なんかお得感あるし、美味しいけど、ダブルトリプル以上だと無理かも。無理かも。あのカッコッコーンだとね。あ、アイスを送ってくれた方が2人もいる。ありがとうございます。じゃあこれで満足するね。アイス買いに行かないから。ありがとうございます。すごい。そう。嬉しい。ありがとうございます。あー、椅子。あ、椅子。このアバターみたいな。そう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 、それそれ。アイスはね、そんな好きじゃなくなったんだけどね。なんか、やっぱ久々にコンビニとか行くと好きになっちゃう。好きになっちゃうし、食べたくなっちゃう。私、バニラとかは苦手。バニラとキャラメルは本当にね、ずっと苦手です。甘くて。いや、チョコとかも甘いんだけど。なんて言うんだろうね。そういうのダメなのよね。すごい、干しオレンジばっかり。たまたま？すごい、めっちゃ今日オレンジだ。干しが。ありがとうございます。何が好きかって言われたら、夏は結構さっぱりしたやつが好きです。シャーベット系とか。キャラメルリボンしか勝たん。かわいいね。キャラメルリボンなんて絶対に食べれないもの、私。かわいい。キャラメルリボンがいいっていう女の子めっちゃかわいい。男性ですけど。アフォガード、美味しいよね。31なら、私は、なんだろうな。抹茶なのかな。なんか、結構、期間限定食べること多いかも。チョコミントは私も無理。ポッピングシャワーも食べたことない。あ、で、あ、食べた。一口食べたのか。あんまり好きじゃなかったから。またアイス来た。ありがとうございます。嬉しいアイス。あ、なんかまた今度は星がさ、紫になった。全紫。今私の画面。パーカーと一緒。かわいい。おー、色変わった。ラブポーション31好き？何それ？何それ？どんな味？夏、なんかミニオンのやつ前食べた気がする。近くと前って言ってもだいぶ前だけど、マサーティンは行かないです。コンビニのアイス食べる方が多いかも。
ラブポーションさんって今おすすめ。え、なに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 、ハート型のチョコ入ってるベリー系の味。それも可愛いね。めっちゃ可愛いじゃん。名前も可愛いね。ラブポーション31とキャラメルリボンください。めっちゃ可愛くない？いいなぁ。いいなぁ。言ってみたかったぜ。ラズベリーとホワイトチョコなんだ。へぇ、可愛い。最近も生きてるだけで可愛いです。キュン！期間限定じゃないから今度買ってみて。ベリーもホワイトチョコもそんなに得意じゃないけど買ってみるね、可愛いから。頼むだけ頼んで両派に。ありあり。この間も一緒にあのカフェ行った時に、なんかなんだっけ、アイスついてきたんですよ。なんか甘いもの上にアイス乗っかってて、アイスいらないって言うんで、バニラ、じゃあ両派が欲しいって言って食べてくれた。ロッキーロード食べたわ。私抹茶とロッキーロードって頼んだけど、それ可愛くな。うん。サーティーマンや男一人で行くのに少し抵抗が。そうかな。いいと思うけど。可愛いじゃない。ジャモカーモンドファッジ。なんだそりゃ。知らないわ。全然知らない。さては行かないから。色渋い組み合わせでね。ほんとかわいくないよ、その色は。なんか、黒なのか茶色なのかわかんないやつと緑だからね。組み合わせ的にはね。うん。りょうはとちょうど LINE してます、今。お試しスプーンが恥ずかしい。かわいいじゃん、あれ。お試しスプーンもらうと、大体それにしちゃう、私。なんか、何か気になってるやつありますかみたいな感じでさ、言ってくれて、なんかそれで食べるから。うん。おじさんがサーティワンでアイス買ってたら引きませんか？引くとこない。むしろ可愛いってなる。めっちゃサーティワン食べたくなってきたよ。確かにね。食べたい。でも眠たい。もう20分めっちゃ過ぎた。もう26分だ。30分までやります。そしてやめます。今日はツインテール。ツインテールで仕事したわけじゃないんですけど、撮ったらツインテールだったのでボサボサになっちゃうからそのまま来ました。めっちゃ久々にしたっていうか、したわけじゃないんだけど、今そう、こんにちは。嬉しい。ツインテールやっぱ人気だな。相変わらず似合っとる。ありがとう。21歳がツインテールはちょっとどうかなと思って、今日スタッフさんにも髪型どうしようって言ってる時に、あのツインテールっていう、ツインテールも候補にあったけど、ツインテールは無理ですねって言ったとこだもん。I'm from インドネシア。ありがとう、Thank you。 今日特に可愛い。ありがとうね。ヒヒ君、永遠についてる。本当にありがとう。でもね、ここがね、ちょっと横のさ、こういうさ、こういうのなくしちゃったからさ、ここ、生え際を隠すのに必死よ、私は。耳の前しかね、こういうの出さないんだ、最近。いらないや、と思って。低
めで巻いて大人目ついなら問題ない。うん、確かに今日やってた髪型はなんかこういうやつ、スタンドバイユーでよくやってたやつってやってました。これピアス新しく買ったよ、ネットでハンドメイドの方から。めっちゃ可愛い、これ中紫でハート、なんかハートだから可愛いけど、で、うん、結構かっこいいのに合う。これはどこで買ったんだ、普通になんか、なんかセールしてたお店で買ったから、ちょどこなんだろう、あんまちゃんとしてるお店で、なんていうの、そのリングのお店とかでは買ってないんです。確かに平均もときついしたか、あんまゆになっちゃう、やめようやめよう。ちゃんとしてないお店、ちゃんとしてないお店なわけじゃない、普通に服屋さんで買った気がする。じゃあもう30分になったので寝ます、私は。じゃあ皆さん、急に始めたショールームをお付き合いいただきありがとうございました。ほいじゃあまたいつかやります。いつするかわかんないけど、やります。おやすみなさい。眠たーい。よし。寝る。いっぱいね、ハートとかね。あ、もう一人アイス送ってくださってた方いたのね、ありがとう。ミラーボールもありがとう。すごい、ハート100個とかくださった方もいるんじゃん、かわいいとか。今ギフトちゃんと見てます、ありがとうね。じゃあね、おやすみなさい。